はい。ということで、どうも皆さん、こんにちは。底辺でございます。競馬論第90回ですね。はい。もうあと10回やれば100回目ですけどもね、ここまで来ましたね。はい。ということで、今週の重賞展望の方をやっていきたいと思います。今週ね、まあ、夏競馬にしては珍しくですね、重賞3つございまして、まあ、そのうち2つが2歳重賞なんでね、まあ、ちょっと分かりづらい点もあるんですが、まあ、重賞3つあるということで、まあ、楽しんでいきたいと思います。もう、夏競馬も今週でラストですもんね。次の週からは、中山と、今、阪神が工事中なんで、中京、引き続き中京ですけども、ね、もう主要場の開催に戻りますんでね、まあ、その点も含めてね、夏競馬、最後の夏をですね、まあ、楽しみたいなと思いますが、まあ、まず札幌2歳ステークスですけども、これね、火曜日の昼間に撮ったんですが、ちょっと先ほどね、ちょっとニュース入ってきまして、おそらく一番人気になってたであろうキングスコールがですね、出走回避したということで、はい。で、一応、想定オッズ 2.2 倍台前半ぐらい。ついてましたけども、そのキングスコールがですね、このコースのレコードホルダーなわけですけども、出走回避いたしまして、はい。なので、今のところ登録馬14頭になりましたね。まあ、おそらく押し出されるような形で、想定2番人気のアスクシュタインが、まあ、1番人気になるのかなってところですが、まあ、そうですね、まあ、この辺に関してはね、ちょっとあんまり新馬戦見れてなくてね、はい、キングスコール以外あんまりね、素質馬を知らないというか、はい。そうなんですよね。なので、まあちょっと予想が難しいっちゃ難しいんですよね。ってな感じで。まあ、それで言いますと、そうですね。まあ、アスクシュタインはね、まあ確かに、強いんじゃないかなと思いますし、まあ、前走ね、札幌のオープン買ってますからね。まあ、それも考えてね、まあ、確かに強さは強いんやろうなと思いますが、まあ、タイムで言うと、まあ、キングスコールがね、このコースのレコードなわけですけども、キングスコールに次いでいいタイムを持ってるのがどの馬かって話ですよね。はい。まあ、1008で言えば、まあ、洋芝に限った話で言えば、アスクシュタインが1分49秒に、これ前走のタイムですね。ほんで、それと、多分そのアスクシュタインのタイムが一番早いっぽいですね。それと、コンマ1秒差でマテンローさん、3番人気想定のマテンローさんが1分49秒3ですね。で、1008、まあ右回りに限った話で言えば、1008のタイムで言いますと、福島でね、西のタンギー、想定10番人気ですけど、この西のタンギーが前走福島で、1008、1分48秒2を記録しています。まあ、このタイムがおそらく一番早いかな。1008の文字時計としては。うん、やと思いますね。はい。まあ、ただ、まあ、今回洋芝ですから、まあ、あんまり参考にはしづらいかなと思いますけど、一応ね、タイムはしっかり残してますよってところですね。はい。でね、あとは、まあそうですね。まあ複数回走ってる馬、経験豊富な馬たちとかもね、ちょっと気になりますけども、まあ例えば、14番人気想定ですけど、ローレルオーブっていう馬がいてですね、まあこの馬函館でデビューして、デビュー戦7着で、ほんで、未勝利は札幌の1008で勝ってるので、まあこういう馬もね、ちょっとチェックはしておきたいですよね。まあ、例えば、12番人気想定のマイユニバースなんかはね、札幌新馬戦5着、未勝利戦2着なので、なんていうかな、札幌適性が非常にあるというか、複数回走ってしっかり掲示板内確保してるっていうのはね、やっぱ好印象ではありますよね。はい。あとは13番人気想定のパセリーナ、バセリーナか。この馬も、福島で、未勝利を買って、で、前走クローバー賞ですね。札幌のオープンでいきなり3着。まあ、ただ、このクローバー賞が1500なんでね、まあ、そこがちょっと気になりますけども。はい。まあ、まあ、キングスコールがいなくなってしまったので、やっぱり見てる感じはね、アスクシュタイン、やっぱり中心になるかなとは思いますね、正直。はい。まあ、あとはそうですね、なんか、まあ、マジックサンズ、コナコーストの兄弟のマジックサンズなんかもね、まあ一応前走函館なんで、まあ、札幌代わりがどう出るかですけど、はい。ちょっと札幌2歳に関してはあんまり言うことがないですね。去年はね、なんか覚えてますよ。セットアップが勝ちましたよね、確か。セットアップは、この前のラジニケ出てましたけどね。ちょっと負けてますよね。去年のこの札幌2歳はね、確かガイアメンテ結局本命にしたような気がするんですけど。いや、なんかあんまりね、ここは一番人気が勝ってないイメージがあるんですよね。なんかその去年のガイアメンテのあれを見てたので。ガイアメンテで合ってるよね。ガイアメンテもね、最近ちょっとあんまり見なくなりましたけど。はい。まあ、ちょっと一周回り切りとか見ときましょうか。札幌2歳一周回り切りですけども、まあ、キングスコールもね、追い切り自体は軽めながらもしっかり、消化できててよかったんですけども、ね、今回回避ということで。まあ、それで言うとどうですかね。あんまりこう、時計的におって思う馬は今のところいないんですけども。そうですね。ちょっと追い切り、あんまりパッとする馬はいないですね。はい。ちょっとここは判断に困るかなっていうところですかね。はい。まあ、その辺にしておいて、続いて小倉2歳ステークスの方も予想していきたいというふうに思います。こっちはね、正直わからない。正直わからんっていうか、うん、この短距離は特に見てないので、まあ、ほんまに知ってるまで言うとこのエンドレスサマーぐらいですよね。前走函館2歳ステークス3着の馬ですけども、まあここぐらいですね、知ってるのはほんまに。だから、まあ、小倉、一応このレース、小倉2歳ステークスと中京開催なので、まあ、必然的にね、まあ、前に行ける、まあ、積極的に狙いたいなと思いますし、あとは左回りね、やっぱその辺の適性は大事になってくるかなということで、まあ、一応ね、想定4番に行きそうというのアーリントンローっていう馬がいるんですけど、この馬がね、前走新潟で未勝利勝ってるんですが、まあ逃げ切って勝ったんですけども、1004でね、勝ったんですが、その時レコードのタイムなんですね。ただね、この時の新潟ってめちゃめちゃ時計が出てたので、はい。なので、このレコードの勝利はあんまり信用できないというかね、はい。まあ馬券には入れておきたい一頭にはなるんですが、そこまでこのレコードに踊らされてはいけないなというふうにはちょっと思いますね。はい。まあ、それで言うと、中京のこのコースのね、持ちタイムが早い馬で言いますと、まあ、そもそもこのコースを使ってる馬自体があんまりいないんですけども、まあ、このコースの持ち時計で言えば、エイシンワンド、想定6番人気想定ですけど、エイシンワンドが1分9秒2で一番早い時計を持っています。はい。まあそうですね、先行まあ中京で勝ってるっていうのはでかいですよね。はい。まああとはそうですね、やっぱり中京左回りなので、まあ必然的に左回りで走ってるから狙ってみたいですよね。まあそれで言いますと、前走新潟の新馬戦で、勝ってるエコロジーク、今のところ想定1番人気ですけども、この馬はね、まあ注目かなとは思いますね。はい。まあ、あとは、重賞でしっかり馬券になったエンドレスサマーと、まあ、あとはどうですかね。やっぱ左回り使ってる馬から行きたいので、まあ、9番人気想定の鳳凰ブースターであったり、5番人気想定のジャスパーディビネであったり、この辺は、まあ、馬券には入れておきたいなと思いますね。あとは10番人気想定のクラスペディアとかね。はい。で、あとはオープンで勝負になってる馬ですよね。まあ、それで言うと、まあ、このひまわり賞、前走ひまわり賞の2着の栄養アメジスト。まあ、一応このひまわり賞がね、九州サンバ限定の、2歳オープンなんですけども。まあね、これが小倉開催やったら間違いなくこの栄養アメジストもね、馬券に入れて、入れてるんですけど、ただ今回中京開催なんでね、それがちょっとどう出るかですよね。それがまた予想を難しくさせていると言いますか。はい。そんな気がしてます。まあ、ここもちょっと追い切り見ましょうかね。はい。まあ、小倉2歳ステークス、一周前追い切りですけども、まあ、アブルーキベイとかもいいんじゃないですか。立東のウッドで強めに追われて、ラストしかの 11.6 なんですが、コバにね、しっかり合わせるまで先着していますね。はい。アブルーキベイ、想定13番人気ですけども、ちょっと、まあ、注目に値するかなとは思います。はい。まあ、あとはそうですね。まあ、エンドレスサマーなんかも悪くはないですし、なんならいいですよね。ミホの販路でね、強めに割れて 53.5 の 12.0 なんで非常に、優秀なタイムかなと思います。まあ、あとは、KI マハダ。この馬もいいんじゃないですか。立東のウッドでいっぱいに追われまして、まあ、そこまで時計ははっきり言って出てないんですが、コバにしっかり先着していることを考えますと、はい、無視はできないかなと思います。KI マハラ、想定14番人気想定ですけど、今回なんか穴馬がね、結構ね、追い切り状態いいんですよね。はい。で、ジャスパー・ディビネがこれめちゃくちゃいいんですよ。立東の販路で、50.3 の 12.5。まあ、姉妹がね、ちょっと 12.5 秒で、ちょっと、まあ、遅めかなっていう印象ですが、まあ、4ハロン50秒3なんでね。で、しかも、コバと合わせ馬を行ってしっかり先着しているので、はい。まあ、この馬結構、状態としてはいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはそうですね、まあ、タマモティーカップなんかもね、いいんじゃないですか。立東のウッドでいっぱいに追われまして、ラストでシャロン 11.1 を出してますし、合わせ馬を行ってしっかり先着していると。まあ、この時計とね、合わせ馬先着っていう、この2つの要素が噛み合うとね、非常に印象はいいですね。はい。まあ、あとはベルビー・スタローン。この馬もね、いい感じだと思います。立東のウッドでいっぱいに追われて、ラスト後ろの 11.7 なんですが、コバのね、オープン馬相手に合わせ馬を行ってしっかり先着しているということが、好感を持てるんじゃないでしょうか。このベルビー・スタローン、想定12番人気、これも穴馬ですけど、結構ね、なんか穴馬がすごいいい感じに仕上がってるような、なんか荒れるような、荒れることを予感させるような追い切りを消化してくれていますね。はい。ちょっと小倉2歳の方に関しては中京開催ということもあってね、なんか配当が期待できそうな気がします。予想は難しいですけど、はい。で、メインはこれですね。新潟記念ですね。まあ、去年はね、3歳馬のノッキングポイントが勝ちましたけども、そのノッキングポイントね、ちょっと先日引退してしまいましてね、はい。ちょっと結構期待はしてたんですけどもね、はい。まあ、予想の方はしっかりやっていきますが、まあ、ライトバックがね、まさかここを使うとはって感じなんですが、まあ、想定1番人気ですね。想定オッズ 2.8 倍です。まあ、ハンデ52キロなんでね、はい。これはバグでしょって感じですけど、そらライトバック52キロは来ますよ。はい。これは来ます。うん。まあもうライトバックは一旦置いといてですね。まあ注目はやっぱ七夕賞 1,2 の2頭ですね。レッドラディエンスとキングズパレスですけども、まあ個人的にどっちがいいかって言われるとね、これも迷いどころでしてね。まあ、レッドラディエンス前走七夕賞買っちゃったんでね、ハンデがね、どうしてもね、重くなりますよね。今回 58.5 キロでレッドラディエンストップハンデなんですね。で、それに対してキングズパレスは57キロです。はい。でまあ、前走の内容で言いますと、上がり3ハロンのタイムは同じなんですね、両、この2頭。まあ、走破タイムだけが違うんですけども、で、位置取りは、どっちかというと、キングズパレスの方がやや後ろ、まあ、ほぼ同じような位置取りで、来ておりますので、まあ、そうですね、あとは枠かな。うん。まあ、個人的にはね、新潟でもしっかり実績を持っているキングズパレスの方が、なんていうかな。新潟のこの芝 2000m の距離で、重賞、新潟大賞典2着の経験があるキングズパレスの方が、僕はなんかちょっと好印象を持ってますね。はい。そんなところですかね。はい。まあ、あとは、このコース適性という意味で言いますと、まあ、あんまりなんかこのコース、校舎っていうのはいないですね。まあ、あとは、もう前走の上がり3派のタイムとか見ときますか。まあ、大体中距離、まあ、2000メーター前後でね、まあ、できれば左回りの方がいいですけど、まあ、エーデルブルーメね、まあ、前走マーメイドステークス2着の馬ですけど、まあ、前走はね、まあ、完全にアリスベリティにしてやられたって感じなんで、まあ、新潟代わりはね、こっちの方がプラスかなとは思いますが、まあ、アリスベリティ今回もまあ前走50キロでしたけど、まあ、今回も別に53キロなんでね、そこまで重くないですよね。むしろエーデルブルーメの方が54キロで重いハンデ設定になってるんでね、そこがちょっとどうかなっていう印象ですけど、はい。まあでもエーデルブルーメもね、前走54キロで2着で変わらず54キロなので、まあ問題ないかなと思うんですけど、まあアリスベリティがここ来るとはちょっと予想想定外でしたね。まあエーデルブルーメがね、なんか、こういうコースを使ってきそうやなっていうのは なんとなく想定できましたけど、まさかアリスベリテのここ来るとはちょっとびっくりしましたね。はい。で、そのキングズパレスはね、2走前、新潟で、新潟大商店、上がり3派の33秒台しっかり出してます。まあ、ヤマニンサルバムがね、強かったですけど、あの時は。はい。まあ、2着のキングズパレスも、まあ、十分力あるかなと思ってます。何よりこの新潟大賞ってメンツがね、予報レイクとかもいましたし、結構メンツがすごかったんでね、まあその中での2着は価値あるんじゃないかなと思いますし、まああとはそうですね、まあジューン・アオニヨシなんかもね、まあ別に狙ってもいいかなとは思うんですよね。前走目黒記念12着でしたけど、まあ上がり3半のしっかり33秒8出してますし、まあそうですね。まあちょっと距離が長かったかなっていう印象はありますよね。まあ、3走前にね、京都の芝2200で、2勝クラスですけども、上がり3半の33秒6のタイム出してますんで、まあこの馬もね、ちょっと気にしておかなければいけないかなとは思っています。まああとはね、5番人気想定のセレシオン。この馬、新潟の前走新潟1008なんですけども、33秒1の上がりタイム。で、2走前も新潟の1008で、33.4 の上がりタイム。この馬、非常に新潟でね、しっかり上がり3半を出してくるような馬でね、まあ、この馬もね、無視はできませんね。はい。まあ、ちょっとハンデがね、若干56キロで若干重いような気がするんですが、はい。まあでも一応オープンクラスの馬ですね。あとはどうですかね。まあ、バラジなんかもちょっと気にはなりますけどね。この2走前にね、東京の、オープンで1008ですけど33秒7出してます。まあ、あとはファユエンなんかも気にはなりますね。やっぱり、2走前のマーメイドステークスのね、最後の追い込みが非常に強烈やったので、まあ、前走は中強なんでね、はい。まあ、リフレービングは差し切りがちしましたけども、やっぱり中京よりかはファイウェンはこっちの新潟の方が追ってるんちゃうかなと思いますので、まあ、新潟大商店ね、6着に入ってますし、この時も上がり3ハンデは全体2位なので、まあ、今回ハンデもね、割と恵まれそうですし、あ、でも53キロあんま変わってないか。まあ、別に重くもなく軽くもならずというところでね、まあ、ファイウェンも新潟代わりは間違いなくいいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、ライトバックはそうですね。まあ、桜花賞の時、上がり最速でしたけども、前走のオークスでもね、上がりは全体2位なんですね。まあ、距離延長しっかり対応してきたのもプラス要素ですし、まあ、だから、秋華賞ではね、このライトバックを本命にしようと思ってるんですよ。なので、今回はね、なんか変にね、崩れることはあってほしくないですね。はい。まあちょっと本命にするかどうかはね、オッズとかも考えて、考えようとは思ってるんですけど、まあ、秋華賞に向けてね、やっぱりその、変にね、負けてほしくはないですね、ここはね。秋華賞本命にしようと思ってるんでね。はい。まああとはそうですね、まあレッドラディエンスね、まあ東京で早い上がり出してるしね。で、なんならね、今出馬表よく見たらね、中京、5走前ですか。中京のね、3勝クラスで2着ですけども、この時に上がり3半の33秒5を出しているので、はい。まあ、それ考えるとね、中京でこんだけの上がり出せるんやったらねって感じですよね。はい。まあ、新潟記念。あと、ハンデ的にはね、狙えそうなのは、まあ、そうですね。まあ、ボバの中やったら、純青鬼吉なんかも狙えそうですね。なんとなくね。はい。まあ、あとは、一周回り切りだけ見て終わろうと思います。もうちょっと、ね、重賞3つありますからね。20分以上になってしまってるんで、はい。もうここまで聞いてくれてる方ってね、あんまりいなさそうな気もするんですけど、一応一周回り切りだけ、見て終わろうと思います。まあ、時計で言えばね、アスクワイルドモアなんかもいいですね。立冬のウッドで、ラスト1の 11.2。まあ、あとはエーデルブルーメンもね、時計いいですね。立冬のウッドで、いっぱいに追われてラスト1の 11.1。非常にいいタイムを出してきています。まあ、キングズパレスもね、ミホのウッドチップで 11.2 出してますね。まあ、あとはそうやな、まあ、新緑化もね、合わせるまでしっかり先着していますし、まあ、ウッドチップでラストショル 11.8。まあ、新緑化もね、いいんじゃないでしょうか。あと、セレシオンもいいですね。立冬のウッドでラスト1からの 11.3、コバと合わせ馬を行って、しっかり先着していると。大きく追走してからの先着なので結構いいですね、セレシオンね。うん、まあ、あとは、まあ、あとは特にないですかね。はい、ちょっとセレシオン、ちょっと注目ですね。個人的にはね。はい。まあ、以上にしようかなと思います。まあ、ちょっと本命はね、どの重賞ともまだちょっと絞れない。特に札幌2歳の方はね、ちょっと、キングスコールに回避が出ましたからね。ちょっとこれがまた、どう影響してくるか、ね。今後の展開にもちょっと注目したいなと思います。ということで、今回の動画はこれで以上になります。良ければですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。今年中にね、収益化目指しておりますので、もしよかったらチャンネル登録の方をしていただけると非常にありがたいです。すいません、ちょっと20分以上喋ってしまいまして、はい、この辺で終えたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。